年明けましておめでとうございます。はい、2019年今年1本目の動画ということでね、はい、始まりますけど、去年はありがとうございました。皆さんたくさんコメントとかいいねとか本当に嬉しいなと思っております。はい、ということでちょっとどうですか新しいお着物を着てるんですけど、ここあーもうダメ、ここちゃんは眠たいんでここさんお散歩でたくさん走ってお疲れ気味なんですけど、はい、まあちょっとね、2019年今年どんな1年にしたいかっていうことを、まあちょっと今回は動画にしたいかなと思ってるんですけれども、なんかあります？ああ、私ですか？そう、まあそうだね、今年は勉強しないとね。勉強、トイックそれ去年から言ってるやつ何も進んでないまあ勉強と運動です。勉強と運動、まあゴルフもね。ゴルフはもう結構ほんと毎週ね練習行ってるけど、うまくならないね。いやいや、なってるでしょ絶対1年前よりはうまくなった。まあ楽しいから、一緒にやろうよとか結構言ってくるけれどもまあね、ちょっと無理かな私には。ボールが、球技が向いてないんで。逆にどうですか？今年ちょっと運動を始めたいです。お、珍しいね。ちょっと去年年末にぎっくり腰に軽度なやつなんですけどなりまして。なったね。そうなったんで、いつもお世話になってる整体師さんがほんと凄腕なのでね、すぐ直してくださったんですけど、ちょっと年を取っていってるから。それもあるし、ちょっと筋肉つけた方がいいよって言われて、運動しようかなと。まあ、ちょっと分かんない、未定ですけど、まあ、気持ちとしてはちょっとお散歩以外できちんとしたストレッチとかしながらの運動を始めたいなと思っています。あとはまあもう少し絵を描きたいなと思いますね。はい、ここちゃん目標あるんですかね。ここさん今年どうですか？2019年は。そうですか。なるほど。飼い主としてはね、やっぱ健康で元気にいてくれれば、ね、怪我もなく、一番病気もなく、そうそう、まあちょっとぐらいね、ちょっとぐらい怪我、ちょっとぐらい病気やったらね、すぐ治るからいいけど、大きな事故とかにならないように、まあ、今年もね、飼い主としてちゃんと気を引き締めて、そう引き締めてね、ココちゃんを守っていきたいなと思います。なんかで読んだけど、3年目が危険らしいから、油断が出るらしいよ。そうなんや、油断ね。今年転勤とかないよね。ないと思います。本当？ないと思う。本当。我々も健康でいないと。そうやな。あった目標。ちょ、お酒を控える。ああ、わかる。控えないとやばい。足が痛くなってきた。まだ10分ぐらいしか座ってないんですけどね。パパ。正座しないですから今。早いね。おちゃんは去年着ていた黄色の着物はもうサイズアウトという。そう。悲しい結果になって。多分これもね、来年着れなくなってると思うわ。これ、一応気あるな。いや、私、無理や。ココチャンネルはね、去年ね、1日1本やってみようかなと思って、達成はしたんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。たった1日だけな、1日だけちょっと休んだ日やんねんけど、その分、その前日に2本出してるから、一応365本は達成してるんですけど、すごいね。ありがとうございます。でも、ちょっとね、しんどかったからネタがよく持ちましたね。いや、ネタとかじゃないもん。だってもう日常だからね。そう、同じこと何回もやってるから。正直散歩の動画とかも何本出してるか分からへんし、同じようになんか掃除機のコード引っかかったとかさ、なんか本当に引っかかってるから。本当の話だから。すいませんね、同じような動画ばっかりやけど、まあそういう日常なんですよ、それを、まあ、記録したいっていう、それをね、普段のココの様子をパパに見てほしいっていうところからスタートしてるのがこのチャンネルなので、まあ、そのスタンスは崩さないんだけど、ちょっとね、私パパのことももっと出していきたい。なんで？ココチャンネルやん。ココチャンネルやけど、あれ、なんかその運営者は私だから、私の好きなような動画をね、私の好きなものって言ったら、まあココとパパだから。ありがとうございます。どうした急に。急じゃない。はい、何年も前からだけど。いや何を急に。君は出しなさいよ。いや、あなたのチャンネルで、ね、今年もどうぞよろしくそんな締め。じゃあ行きましょうか。はい、どうぞ。はい、じゃあ今年もぜひ
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一回はい、どうぞ言って。というわけで、何のトークやって感じでしたけど、今年もね、よかったらぜひここの日常と、もしかしたらちょっと出番が増えるかもしれないパパの日常をお楽しみ、お楽しみいただけたらなと思います。もしこの動画を楽しんでくれたらチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、今年1年、いい年になりますように、ご視聴ありがとうございました。